さて、お風呂入ってくるね。コグマゴクについて、まあ、一番正しい解釈を、お知りになりたいと思うので、よいしょ。実はね、まあ、私たち縄文人が世界中のほとんどの言葉を作った。で、まあ、とにかくその、中東の言葉を、ね、私たちが作った。特にバビロンの言葉もそうなんですね。で、まあ、そのクエートで使う、クエート。クエート語がまあ大体バビロンの言葉なんです。で、原型ね。で、かなり近い。ドイツ語も近い。日本語も近い。で、結局その語具っていうのは米くらいの米くらい。なんで点々つくかっていうと、まあ、黒米のことやね。で、白いお米はこう、こうっていう。で、黒いお米は語っていうだけ。ただそれだけ。黒いのには濁音がつく。私たちのこと。で、マゴグはね、麦のことや。まず最初に米くらいが来て、その後、麦くらいが来る。そういうの。要するに穀物食の始まりを言ってる。あ、そして、聖書の最後の、ヨハネ黙示録の最後の詩が、その穀物食の弊害が非常に出てしまう。そして、またあるいは、別の言い方をすれば、穀物食が凄まじい弊害をもたらしたことが、ついに明らかになる。という意味で。で、その後は、まあ、人類本来の、炭水化物、人類によって訳された炭水化物っていうのは、芋とか果物だからね。とりわけ芋です。で、穀物でもトウモロコシはまだ人間が食べれる、というか人間にとって食べやすいものでもあんねん、実は。で、あと木の実。木の実も小さいけど、木の実をどうやって食べるかっていうのは、そもそも文明の始まりだからね。まあ、トウモロコシの話も言ってるけど。ね。そうじゃなくて、芋はまあ、昔は生で食べてたわけじゃなく、まあ、それは生で芋を食べたら、その殺菌さえ強いから、豆もそうやけど、今、弦だからですよ。豆を、じゃあ、豆と芋をどうやって食べようかっていうのにおいて、やっぱりその火の発見発明が、火の発見と、調理の発明が。で、まあ、その後に縄文できます。で、水準が本当に簡単に。で、料理の発明になってる時の発明っていうのが一種の料理の発明なんですね。で、じゃあ、何も加熱せんでも食べるのも果物。なんか本来果物が、やっぱり私たち、人間に予定された、炭水化物だけど、だんだん芋、それから木の実、そして穀物と広がってきたわけね。あと豆類とかね。なんか恐らくもそうじゃん。だけど、粒の小さい炭水化物、の弊害がついに分かっちゃう時代が今ということなんですよ。サイズがね、人間にぴったりなサイズじゃないなっていうのが、その穀物の欠点なんだね。スズメとかネズミの主食にしやすいサイズ。ハムスターとかもそうでしょ。小鳥とかもそうでしょ。じゃあ、その、すごくサイズの小さい思考回路、サイズの小さい、まあ、文明を使うけど、そして、まあ、サイズの小さい人物、そうして、ものすごくサイズの小さい寿命。つまり寿命がめっちゃサイズが短かった。ってことが分かっちゃう。10分の1ぐらいになったんだよ、寿命が。まあ、大きさ見たら分かる。分かるというか、もっと小さいかもしれない。芋から見て。芋を主食にしてた頃。まあ、果物を主食にしてた頃から見て。10分の1ぐらいの寿命になってる。っていうことが分かっちゃう。この時代分かる。そういうことを言ってるんです。